はい、皆さんこんにちは。リンリンが行く始まりました。今日はですね、常総市にある染色村に来ています。私の隣には佐古明さんが座っています。今日はどうぞよろしくお願いします。おはようございます。じゃあちょっとね、いろいろお話今日はね、どうぞしてください、はい、ここ百何十所帯件数があって、でほとんどが染色関連業者の村だったんですよ、はい、皆さんの意思で集まってやってる団体なので、なるほど、ありがとうございます、そんなおかげでね、常総市にこのね染色村っていうものがね、未だにこう残っているっていうことなんですね。藍染めがすごく素敵で、今日は体験ができるということでね、皆さん見てください、私今日ねストールの方体験させてもらいたいなと思っています。はい、これを合わせて、はい、あ、畳んで合わせる、合わせてそれでこう絞るんです。ああ、なるほど。そうすると、はい、4箇所ができる。はい、それを繰り返し、うんうんうん、はい、結構不器用なんですけど いけますかね。これはこんな細い線まで出るからね。そうなんですね。そう、これがピーって本当に細い線まで出るから、つまんでここを巻く感じですね。そう、はい。縛らないで引っ張るだけ？ごめんなさい、ちょっと分かってこれは小学生でもできるから、はい、小学生の方がうまい。そう、あ、なるほど、無心にやるからね、面白いのできる。もう佐古さんどんどん先に進まれちゃって、私この後の糸の処理が分からないちょっと長めに切ってくれる？はい、プチって引っ張っちゃっていい？あ、ダメだよハサミでね。本当に縫い物したことあるの？ありますよ。これこれ今、ここでやっても。じゃあもう入れちゃっていいですね。はい、入れちゃっていい。じゃあ豆乳。そう、紐は引っ張らないでね。あ、はい、わかりました。これで、はい、中で広げるようにして。中で広げるようにして、うん、はい。すごい。紺色というよりはなんか紫の色に見えますけどね、液体は。まんべんなく全体に染み込ませる感じですか？そう。うん。あ、ほら。あ、これ染まってますかね。どうですか、大丈夫ですか。そうすることによって空気と触れさせて、色を変化させていくんですね。しますか。今グリーンでしょ。うん、グリーンです。もうちょっとしたらだんだん青くなってる。すごい。もうちょっと広げますか。どんどん広げますか。何ですかこれ、すごーい。出なくなるまでやる感じですか。熱いお湯に今つけてるんですか。糸取り、手袋してね、本当に。普通持ってて、はい、いい色だね。いい色。はい。あー、すごい。じゃあこっちをもうちょっと持ってて、はい、向こう引っ張ってるね。あー、見て、すごーい。こっち、はい、あ、すごーい。何これすごいじゃないですか。まっすぐの線じゃないんだ、うん。おしゃれでしょ。これ分かってたんですか。分かってた。すごーい。筑波さん、そうしときましょうか。はい、筑波さんですね、これは。筑波さんですね。いいですね。うわ、すごーい。はい、佐古さん今日はどうもありがとうございました。体験とっても楽しかったです。そうでしょう。はい、これ皆さんね、やっぱり体験してみないとこの良さってわからないと思います。佐古さんのね、本当アドバイスと指導がとっても丁寧で、とっても楽しくできました。手ぶらでね来てもできるっていうことですので、手ぶらでもいいし、持ち込みでも OK。 はい、ぜひ皆さんね、この楽しい体験、常総市に来てね、はい、佐古さんと会話を楽しみながら楽しい時間過ごしていただければと思います。じゃあ最後ね、佐古さん、皆さんにちょっと一言メッセージいただいてもよろしいですか。はい、皆さん
あの大勢来てもらうと本当にあの嬉しいでございます、はい、ぜひ皆さんあの、はい、この放送を見て、うん、ぜひ来てください。はい、お待ちしております。はい、佐古染色工芸館ということでね、皆さんぜひ常総市に来たら足を運んでください。それでは皆さん、さようなら。